はい、どうもエテポンゲです。よろしくお願いします。前回は確かマカフィーに、マカフィーのせいで、強制終了させられたところからですね、とりあえずベッドを人数分置いてくれっていうとこからだったよね。あと1個だから、これ置いたらクリア。どうしよう、1個だけ、ちょっと待って、1個だけ、あ、違う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 、ここに置きます。これ、じゃあ王様用として、これ王様用の、これ、お前は端っこで寝ろ。はい、ベッドがあれば自分の傷を癒せるだけでなく、倒れた仲間を運んで寝かせることもできる。戦いは我々に任せて、君は傷ついた兵士の回復役になってくれてもいいぞ。絶対ジローム、絶対ジロームって黒幕だよね。これ大臣的ポジションでしょ。ジロームよ、わしも最初はどうかと思ったが、これはこれで面白い、わしが許そう。うん、そうだね、さすがにここだけじゃねえ。うん、それはあそこにある金のことか。てかこの雪降ってくるさ、これ積もらなくする方法ないのかな。上塞いじゃえばいいのかな。あの金に特別な力があるって言うのかい。ちょっとさ、あれポテトあるでしょ、ポテトちゃんと作っとこうぜ。ポテトを入れる、料理する。で、ちょっとこれもらって作る。薬草はいっぱい作っといて、マックス村井で、扉も多分使うだろうから、2個、いや1個作っといて、収納箱は置いてあったし、うわこれ必要になってくるだろうな。受け取る。一回寝るか、夜だし、一回寝よう。一回寝て、けどこの城の壁みたいなやつって多分特別な材料じゃないと作れなさそうだよね。うん、まずはあの鐘の近くを敵が来ないようにしたいところだね。そうだね、壁の作り方を教えてくれ。なるほどね、ちょっとだけブロックが足りないと。で、木の扉1個足り、 OK、 完璧、読み通り。はい、壊れた壁、城の壁はこれからの陣地の拡大に必要になる。壊さず取っておいた方が良さそうだね。ああなるほどね、6個あれば。はい、あっこから回収していこうってことか。はい、わしも戦おう。この肋骨にさらに鞭を打てと申すか。旬で終わるわこんなん、6個ぐらい旬で終わらしてやるわ。よいしょ、まずはここからパクって、よいしょ、
硬いな。硬いな。やばい、来た。どういうこと？一個ずつ、なんかそのため時間のせいで、なんか回復しちゃう。痛い、やめて。痛い。とりあえずさ、いっぱい取っといた方がいいよ。いっぱい、大丈夫？大丈夫？まだ。あ、ほら、ほら、もうあの兵士長呼ばない。兵士長呼ばない。ダントツで弱いんだけど、兵士長。もういいか。こんなもんにしとくか。よし。んで？ハゲがよ、ハゲがよ。急げ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 。やばい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 。死者多数、死者多数。で、取ってきたから。あ、そっか。箱の中にあるの。一回整頓で、かかし、そうだよ、かかしがさ、なんか持ってるんだけどさ、これ編集してる時に気づいたんだけど、これってさ、多分あの端っこのさ、あのじゃがいも取った時にさ、取っちゃったんじゃないかなって思って、これだからちょっと設置したいんだけど、これ設置しなきゃいけないよ。てか敵の数多ない。大丈夫かなこれ。とりあえず埋めよう。こうこう、あ、ここ違う。こうしてこうこう。まあ時間が経てばどっか行ってくれるんだろうけど、結構頻繁に来るよね。で、ここなんだよ、ここ。ここにさ、多分。これをさ、どっかに置いとかなきゃいけない。どこに置いたって、どこに置いてたんだろう。これでいいんかな。ちょっと真ん中に置くことになるけど、まあいいか。ちょ、やばいやばいやばい、一回避難、一回避難、避難避難。集合。あ、いけるか、いけるいける、いけいけ、お前らいけいけ、戦え。で、そのうちに、そのうちに、はい、21。鋼の剣だけど無理だろうな。鉄し、鉄で、扉を置く。よーし、よーし。よし、倒そう。とりあえずこの中にいるやつ倒したら OK でしょ。どうじゃ？うん。これもわしのおかげじゃの。まだ若いもんには負け。素晴らしい。この調子でいけば戦争を続けていくための最低限の陣地を確保できるかもしれない。それに陣地が広くなれば、避難している住民や城を去った兵士たちもきっと戻ってくるよ。そうだね、早急にちょっと人数、頭数、コマを増やさなきゃ、コマを。うん、うん、こういう時、こういう時荒くれ来てくれたら心強いんだけどな。あ、来た。
来い。あのヒゲ生えてる系、ヒゲ生えてる系の兵士来てほしいね。ヒゲ生えてるやつ大体強いから。アラクレが来た。アラクレが来た。可愛い女の子もいる。嬉しい。あ、城の壁作れるようになって、床も、柱、うんこ、人型の駒、なんだろう、標的にするやつかな、トラップ的な。これがビルダーの鐘の力、僕たちもものづくりに目覚めたみたいだ。うん、かつての住人、はい。己ビルダーめ、おかしなまじないをしよってからに、しかし悪い気はせぬぞ。それじゃあ、得て鐘の音に導かれてきた人たちに声をかけてみよう。さあ入ってこい。おー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 、ルルだ、ルル。あ、この子かわいいね。この子いい。え、王様も、いや紛らわしい位置に立たないでほしいんだけど。おい、王様？違うよな、王様だよなこれ。また敵と戦えるのですか？むむ、君はゼセル。お、名前付きだ。彼女はゼセル。もともとは王様の近衛兵でね、戦火を逃れた民の護衛をしていたんだ。ゼセル、かわいい。活気があるようですが、戦地に似合わないこの笑顔の方は一体？ビルダーの絵でだ。彼が陣地を広げ、みんなを導いてくれたんだ。ビルダー、そんな人と一緒に戦うなんて破壊神様の罰が当たるんじゃ。俺たちはゼセルさんに守れながら魔物たちから逃げてきたんだ。逃げてたんだけど、どうやらここにいた方が安全みたいだな。教団の教えには逆らえないけど、あたいたちも今日からここに住ませてもらうわ。どうかよろしくね。うん。アラクレ1、商人1、畑1、メスが1、で、女兵士1、で、男兵士、モブ A、B が1って感じか。1、2だな。いいね。ちょっと待って、鋼の作れんかな。作れんじゃん。あ、作れないわ。これだよね。うわ、もうすでにドラゴンキラーを上回っている説。もうすでに。ちょっとこれ量産してみんなに分け与えたい。分け与えなきゃいけない。しかし鋼なんてないぞ。T2 しかないぞ、 T2 しか。受け取って、ポテトやって、料理して、薬葉の種。こうやってじゃがいもできてんのか。あ、できてる、やった、イエーイ。でも外出たらさ、こうやって来ちゃうよね。これはまずい。これまずいんご。うん。自分の道を決めたよ。今日で正式に教団を抜けることにする。君のようなビルダーを目指すよ。うん。リック一番弱いんだけどね。それにあんな者どもに、お城に入れるとは、敵のスパイが紛れおったらどうする？スパイ、なんだそれ。食べると舌がしびれるやつか。わしはあの鐘の音で頭のもやが晴れた。コロッとあっさり教団を抜けるぞ。およ、抜けてしまうとは情けない。はい。しかし今や勝てる希望がないわけでもないような気がしないでもない。なんかめちゃくちゃだよ、なんか言ってることが。
得て、わしからビルダであるそなたに折り入って頼みがある。いいぜ、いいぜ。よく聞いてくれ。我々はもう何十年何百年もこのメインビルの地でハーゴン教団と戦い続けておる。それこそが皆信じる教団の教えであり、我らムーンベルクの民の宿命だったからだ。しかしこのまま陣地が広がり、教団と戦う力を得られれば、戦いを終わらせられることができるかもしれん。そのたびにビルダーのそなたにやってほしいことがある。わしからの頼みはこれだ。王様の命令、ムーンベルクの城を再建せよ。城の壁で、部屋を作り、陣地を広げていけば、やがてかつて城があった場所をすべて陣地にできる。いつの日か城門が完成すれば、ムーンベルク城は再建されたと言える。そうすれば教団とも戦っていけよう。圧倒的な兵力を誇るハーゴン軍に対抗していくためにも、陣地を広げ、ムーンベルク城を再建してくれ。そなたはムーンブルク一の剣の使いで、いやめちゃめちゃ弱いんだけど、こいつリック、リック弱いんだけど、まあ武器だよな。これだけはどうかお許し願いたい。教団に勝利するにも陣地の拡大が鍵になる、鍵を握るであろう。はい。ちょっと鋼が欲しいな。鋼欲しい。命尽きるまで戦い続けることこそ、この地の民の宿命。教団に勝ち戦いを終えることには反対だ。簡単に言ってくれるな。人はすぐには変われないものだ。私は信念に基づいてハーゴン教団を抜けはしない。だが戦い続けるための陣地拡大には協力する。とはいえ、陣地を広げるにも湧いてくるハーゴン軍が厄介だ。まずは奴らをどうにかしたい。そこで耐えて、何？溶け罠を作ってはくれないか。東側からやってくる。目印の場所の周りに溶け罠を30個びっしりと置いてくれ。あ、それだったら自動で殺せるか。外を出なくても。溶け罠。まあ多分鉄だろうね、鉄。鉄をちょっともらって作る。城の壁、大理石、大理石ないぞそんなの。トゲ罠、これを20、30、30、30。ちょっと待って、ちょっと邪魔だわこいつら、こいつら邪魔だわ。もう一個作ってで、で、違う違う違う。で、これ、これちょっと、これパクって、これパクって、これパクりまして、あ、そうだ、ここに置いちゃおうよ。ここに置いちゃおうぜ。トン。トン。で、よし。これ何入ってる？これしまっといたら
作ってくれねえか。よし、じゃあ置きに行きます。ここか。ここに2、3、これ絵手が踏んでも大丈夫なのか。こんな感じでいいのかな。どう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 。15、16、こういう感じ。お、いいね、いいね、いいね。で、ここに1、2、3、どう、どうじゃ。みんな、来い来い。入ってきてる、入ってきてる、入ってきてる。バカバカ、閉めて閉めて閉めて、バカ。お、いいね、めっちゃいいね、これ。もっといっぱい敷き詰めとけばさ、よくない？うん、はい。うん、頼んだ分以外にも好きなだけ作って OK。 今後はビルダーの君らしい戦い方も見つけていくといいだろう。ジャガイモが育つ畑を陣地に…あ、そうだね、食料庫はね、大事。畑、あ、結構広いんだ。畑区画、もう結構広いんだね。扉がまた必要になってくるか。一扉と城の壁と。一扉と城の壁か。オッケー。ビビッ。うん。はい、頼むわ。あの硬い城の壁をもう少し簡単に壊せるようになるといいのだが。ボムかな、ボム。ウォーハンマー、鋼インゴット、やった。久しぶりだね、なんかハンマー。はい、棒ハンマー。ヨーじゃねえよ。棒ハンマーけど、鋼とは。鋼、あ、あ、鉄インゴットでできるんだ。へえ。鉄をさらに熱することによって、剥がると。鉄を熱して剥がるわけだ。あ、そうだ、扉作っとこう。扉作って、扉。踏んで、で、これ足りるでしょ。多分足りる。ほんと？ん？ここかな？こうなの？こう、こう、こう。来る来る来る、来ちゃう、あ、来ちゃった来ちゃった。戦ってくれ戦ってくれ、お前ら。で、外にもう一段置いてけど、ここさ、一段だったら入ってきちゃうな。あ、そうか、こういうことか、こういうことか。よし、足りぬ足りぬ。
まだいい、こっちからパクっていい。ちょっと鋼さ、もっといっぱい使いたいんだ。鋼をさ、もっと剣に当てたいんだ。剣よし、どうや、こんだけあれば。こうか、こうこうで、ここにこうで、扉をこう。どうや、うん、新たなレシピ、バトルアックス、大きい農場、これでいいかな。ちょっと確認。これ崩れてる部分はダメなんだ。こうか、なるほどね。ちょっと欠けてるやつとかはいけないんだ。このスペース何なんだろう。なんか使うんかな。うん、この調子でいけば戦いを続けていくための兵力も蓄えていけるかもしれないな。これからハーゴン軍と戦っていく君に話しておきたいことがある。実は以前からこの城で不審な空気を感じていてな。おそらく我々の中にスパイか。僕が炙り出そう。このダウジングチェーンの 前で問いただす嘘偽りを吐いた者はこのダウジングチェーンで、ダウジングチェーンが反応し、そいつの心を暴く。ようやく、はい。ただ、これだけは言っておく。戦場では簡単に人を信じるな、言葉ではなく行動によってのみ人を信じろ。まあ、エテはもうジロームがスパイだっていうことをもう決めつけておきます、この時点で。はい、ジロームが、スパイです。あ、もう来た、スパイ。もうすぐこうやってその話題になるとこうすぐに駆け寄ってくるタイプ。これはもうスパイであるがゆえのやつ。あとだ、お前は。ちょっとその前に、ちょっと待って、鋼を取り出して、ハンマーと剣をできる限り作る。鋼取り出して、で、ハンマーはこっちか。ハンマーと、ハンマー作って、よし。で、指導の武器もちょっと作ろう。うん。で、指導の、ああ、足りんか。鉄インゴットがいる。鉄も必要か。鉄も必要になってくるわけか。ちょっと待ってね。これ崩しといて、だから欠けてるやつは崩しといた方がいいよな。こう置いとく。寝よう。ベッドが占領されてしまう。ベッドが足りない。で、鋼ができたので、
これ鉄また作って。ポテト。ポテトがなくなっちゃった。ポテイト、ポテイト回収。ここも、これも崩しといた方がいい。鉄ちょっと回収するか。じゃあとりあえずちょっと話進めようか。おいおいスパイ野郎、おいハゲハゲスパイ坊主、ハゲスパイ坊主。会議室がない。まずどこぞの部屋にロトの大テーブルを置く。そしてその上に地図を載せる。そこに人型のコマを2つ置けば作戦会議室となろう。そうじゃの、ジャガイモ畑の近くはどうじゃ。あそこならぴったりの大きさじゃぞ。作戦会議室を作ってくれ。これがそういうことか。これが作戦会議室というのになるのかな。ここはロトの大テーブルと地図、これと地図で、これ2個。土。やばい、壁がない、壁が。ちょっとこれもう一個作ろう。すごく狭いんだけど、仕方ないよな。仕方がないよな。でこっちで、こっちで鋼を作る。鋼がないとだって壁が作れないもん。ちげえわ、壁は大理石だ、関係ないわ。ってことはやっぱ破壊するしかないのか。よし、こっちからいつものとこから壊そう。でハンマーはレベル上がったからこれで壊せない。
ハンマーハンマー、これ何、国さ、あ、鉄、あ、あんじゃん。これはこれはただの木材。そういえばこっち側は正味ちょっと見てなかったな。こっち側をちょっと探索行こう。トゥ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 、ヤタガラス、なんか落とす、あ、紐だ、ツタ落としたんか。何これ、魔力の水晶、これはなんか必要素材、ね、必要素材、適合食材だな、これなんかの、なんかの適合食材、これは大量に確保しとこう。ヤタガラス、お、ヤタガラスの数、痛い痛い、あ、こいつのせいで素早さ落とされてる。ちょっと待って、こっちになんかあって、向こうに、あっちは多分こっちから行こう、上は宝箱、こっちにスーパービルダーズクイズ、まあ単純に取ってこうだろ、取ってこうだろ、簡単じゃん、イージー、イージーですわ、イージー、イージーですわ。よし、小さなメダルを確保、で上に宝箱があるので、それを回収とヤタガラスちょっと倒す。ヤタガラス、これは一体、小麦だ、小麦の種、これパクる、これはただの石にしかなんない、ちょっともらって帰る。ここから、ここから、え、硬、無理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 、これダメだ、これダメだ、ダメだダメだダメダメダメだ、ダメなやつだ。ここにさ、こうやってけど何してんの、カカシかと思った、ここに置いたらいいんじゃないの、狭い狭いな狭いな狭いな、考えろ、こうしよう、こうしよう、どう、小さい部屋、こう、こう崩しちゃう、どう、こうしちゃう、こうしちゃう、お、いいねいいね、これでこう、おお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 、で、これはちっちゃっちっちゃっ、こうか、
これでいいんか、これでいいか、大臣。うん、何の意味があるか。雰囲気じゃ。うん、一番怖いものは何じゃと思う。そうだな、人と、そうだな、戦争で一番怖いもの、それは真理。人の真理というものではなかろうか。生活とはかけ離れたこの戦争という空気の中で人を殺めるということの重み、その重みを、戦争という真理、真理が、その裏切りちゃ、はい、じゃあ洗い出そうぜ。まず、わしは敬虔なハーゴン教団の使徒ハーゴン様、今のは嘘ですぞ。これで作戦会議室 OK でしょ。かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ、これちょっと待って、トン、これを、これ端っこに置こう。端っこに置いてもいいよね、これ。大丈夫、畑として、あれダメかな。まあいいか、ここ置いとこう。せっかくだし小麦も持ってきたから小麦も埋めたいところなんですけど、エテさん、私のこと覚えています？ああ、覚えてるよ。鉄を素材に武器を作って兵士の皆さんに配ってもらえませんか？もし素材の鉄が足りなければ陣地の中にある壊れた鎧をさらに壊すと手に入りますよ。うん、3人の兵士さんたちに鉄の素材、鉄を素材にした強い武器ってことは鉄剣か？鉄剣でいいのかな。鋼だとなんか鋼の方がいいんだけど、まあ、2個しか作れん。まあ鉄3つ作るか。鉄を、鉄の剣を渡します。これ、おハゲ、おいハゲ、あ、ほんで1人はもう、そうか、ドラゴンキラー渡してるからいいのか。うん、はい、一本余ったからあげよう、こいつに。いつの間にか弱い武器にすり替わっていたらしいんです。怪しいな。誰だ。武器を扱えるものか。武器を扱えるものが怪しい。武器を扱うものか。ここ暗ない？ちょっと松明作ろう。ちょっと暗いわ。わあ、けど油とかも、油が宝箱をから取ったのは鉄使っちゃうもんな。ここはちょっと贅沢はやめよう。
と、ここに1本。ここに1本。よし。ここには置けない。壁にかけれないもんな。俺、これでどうじゃ。いいね、雰囲気出るね。ここに1本。よし。いい感じ。いい感じじゃないか。で、ちょっと待って、いらないものはここにしまっていこう。いらぬものはここにしまう。誰かマーク出てたよね。あ、いた。寝てる。起きてくれ、アレッサ。うん。今回は一気に広範囲を陣地にしたいのだ。そのためにはたくさんの城の壁がいる。でもこれ以上あたりの城壁を壊してしまうと、これからの城の再建に影響が出そうだね。そこでだ、君には大理石を素材に壁を一から作ってもらいたい。うん。城の壁の素材、あ、向こうにあるんだ。うん、いいよ。じゃあちょっと寝てから行くわ。寝てから行くわ。あっちか。よし、行くぞ、シド。回収。こっちだよね。ってことは、こっちだっけ。大理石。うん？あ、やばい。大理石を集めるんご。これだ。やめて。でやー。いや、もっといっぱい大量にいる。でやー。食っちゃった。これ大理石？あ、ちょっとだけ大理石。でも、すごい飛んだ。これは？うお！すごい気になる、この一枚がすごく気になる。キャンセル。なんか柱っぽくなったからいいや、これで。ほれほれ。もういいか。こんだけあればいいか。白い岩、大理石200、オッケー。こんだけあればいいでしょ。まあいいか、ここはなんかあった時用で置いとこう。すっ。車体理石 OK。 で、ここで作れる。いっぱい作る。全部1140個。そんないらないかな。なんか大理石は大理石で置いときたいしな。とりあえず50で500個ぐらい作っとこうか。うん、とりあえずね。うん、とりあえず500。ちょっと閉まっちゃう。松明は出しとく。うん、作ったよ。うへい。
うん、やはり一筋縄ではいかない連中だ。城を包囲しているトロル軍はハーゴン軍の先兵部隊に過ぎない。背後には強大な軍勢が控えている。うん、はい、よし、ちょっと待ってね、今何分。ああ、ちょうどいいか。よし、じゃあ一回ここで区切るかな。多分次はこの城の壁がない、どこ行った、城の壁を大量に使用してさらなる陣地拡大をしていく感じになると思います。はい、では一旦、区切ります。ご視聴ありがとうございました。